トランシルバニアは、キュナードラインの古会社アンカーラインの客船。エジプトへの兵員輸送中の1917年5月4日、ドイツ潜水艦 U-63 によって撃沈され、412名の死者を出した。1914年5月23日浸水。第一次世界大戦の勃発直前に完成した。完成後、トランシルバニアは、兵員輸送船として使用された。 乗客の定員は1379名であった。しかし、1915年5月の収益時、兵員輸送船としての定員は、主艦200名、その他2860名とされた。1917年5月3日、トランシルバニアは、イギリス陸軍部隊や、その装備などを乗せ、日本の第二特務艦隊第11駆逐隊所属の駆逐艦末と榊に護衛されて、 マルセイユからアレクサンドリアへ向けて出発した。5月4日、ジェノバ湾、バード岬の南4キロメートルの場所で、ドイツ潜水艦 U-63 の発射した、巨雷が一本左舷機関室に命中した。松は、トランシルバニアの横に来て、兵員の異常作業を始め、一方坂木は、敵潜水艦の推定位置に爆雷を投下した。なお、この時点では、 トランシルバニアがすぐに沈む様子はなかった。しかし、20分後、2本目の魚雷が発見された。魚雷は、松の前方で、トランシルバニア左舷に命中し、松にも被害が生じた。この被来後トランシルバニアの傾斜が増大し、坂木も救助作業に加わった。トランシルバニアは1本目の魚雷命中から1時間後に沈没した。乗員10名、陸軍の士官29名、 兵士373名が死亡した。ありがとうございます。